はい、最後、数曜中華のビラ、コム三振広めたい16番、前田やいび、イエイ。今日も三振引いちゃった。毎日三振引いちゃった。そんなですね、俺ってだんだん三振にはまっている、最近、そんな感じが、します。これから、本当に、いつまで三振引けるんだろう、そういったことを、本当に考えたことなかったんですけども、今一日一日毎日毎日三振をですね、引いていて、思うことがあります。自分にフィットする、そういう、三振、そして自分が、自分の中に気持ちの中にフィットする歌、それを弾いて歌っていきたい、こんなに毎日毎日、たくさんの、島唄三線がある中で、自分がフィットしないものもやっぱりあるわけですよね、そういったものとはなかなか、苦手なもんですよね、ですからやっぱり自分の中で、あ、これいいなって思ったもの、フィットするものをですね、選曲して練習しております。あれもこれもというと、なかなか、私の生きてる間には、到達できないと思います。やはり楽しい自分の気持ちに、まぶいにフィットするような、そういった、これから歌をどんどん、三線で弾いていきたいなと思います。そしてまたいろんな、楽器とですね、コラボして、本当にこの三線の可能性をですね、私はまだ弾いてまだ2年ちょいですので、よくまだわからないんですけども、これからいろいろな人とたくさんいろんな楽器とですねコラボしていきたいなと、チャンスあれば機会があれば、やっていきたいなと、ギターとか、ピアノ、サックスフォン、トランペット、いろんな楽器が世界一になります。その中で、三線とですね一緒に楽しめたらな。そしてこれがですね、周りの人の元気にしたり、また自分が癒されたり、そういった感じで音楽が楽しめたらな、なんて最近は思うようになっているお年頃でございます。それではまた、やあさい。